安倍晋三首相は、4日、来日しているメルケル独首相との首脳会談後の記者会見で、機密情報の交換を容易にする情報保護協定を締結することで大筋合意したと述べました。今回は、そのニュース記事の一部と、それに対しての海外の反応をご紹介します。日本とドイツは、ルールに基づく秩序のため責任が大きいとして、自由貿易体制を維持する重要性でも一致し、経済面での関係強化で合意しました。6月に大阪市で開かれる20カ国地域 G20 首脳会合の成功に向けた協力でも一致しました。日独はルールに基づいた国際秩序に責任。安倍首相は情報協定の締結交渉の大筋合意を踏まえ協力を推進していくことで一致した。自由で開かれた太平洋の実現に向けて日独の協力で一致したと述べました。米国などによる保護貿易的な動きを念頭に、日独はルールに基づいた国際秩序の維持や国際社会の安定と繁栄のために果たすべき責任はますます大きくなっていると述べました。6月大阪市で開催する20カ国地域 G20 サミットの成功に向けメルケル首相が支持を表明しました。また日独首脳は自動車の自動運転技術の共同研究強化でも合意しました。両首脳は英国についても情報交換し、安倍首相は世界経済に対する英国の欧州連合 EU 離脱の影響を最小限にする必要がある、合意なき離脱はぜひ回避すべきと強調しました。北朝鮮情勢についても、北朝鮮による大量破壊兵器、あらゆる射程の大陸間弾道ミサイルの検証可能かつ不可逆的な廃棄 CVID の実現及び安保理決議の履行の必要性について一致したと言い、拉致問題の早期解決でメルケル首相の支持を得たと述べました。欧州に関しては日独が連携して西バルカン地域の欧州統合を支援して強く結束した欧州を支援していくことで合意しました。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。